現像チャンネルをご覧の皆さん、アンバサダーの田代です。今日は富田選手に来てもらいました。富田選手、こんにちは。こんにちは。背番号17の富田選手です。いつもありがとうございます。練習の時はそれでは早速、前節のまたサミ戦について振り返ってください。はい、前半全然シュートとかって感じでチーム全体、後半は逆に仕留めた場面、プレーに関しても最初から後半のようなサッカーができたらチャンスがつながってんじゃないかなと思います。実は富田選手、初スタート、今日はそんなに頑張りたいな。そうなんです。あとはどうでした？何試合で最初は緊張しました。本当にサッカーやるとそれぞれでやっぱずっと去年とかボール部やったんで、大学で北陸大学、北陸大学としてボール部やったんで北陸大学です。星稜大学です。ライバルです。はい、それでは次のホームゲームの告知をお願いします。はい、次のホームゲームは4月13日土曜日、町田ゼルビアと対戦します。応援よろしくお願いします。休みの日、今日は富田選手に来てもらいました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。